おはようございます。1月1日ですね。今年の暗号通貨どうなるんでしょうか。ビットコインが300万円を超えちゃったんで、そろそろビットコインをね、買おうかなと思うんですけども、さすがにね、1ビット300万ってことになると、0.1ビット買おうと思っても30万でしょ。ちょっとなぁと思うんですよね。まあですんで、今日はビットコインをタダでもらえた上に、なんかビットコインをね、なんかタダでもらえるんですよ。ちょっとそれを紹介しましょうか。タダでもらえた上に、しかもポイントまで貯まっちゃうというね、そんなサービスの提案です。ではですね、画面切り替えていきます。おなじみのポイントサイトモッピーを使っていくんですけども、ちなみに私ね、右側に95,568ポイントってあるでしょ。今これがね、私ね、いつでも現金できるんですよね。まあそれは置いといて、下の方グーッといくと、この左側にね、ここビットコインプレゼントキャンペーンってあるんですよ。このビットコインプレゼントキャンペーンクリックすると、このビットフライヤーっていうビットコインの、取引所のサイトがありますよね。ここでアカウントを作ると500円相当のビットコインがプレゼントされるんですよ。これね、いいじゃないですか。これビットコインもらいましょうよ。ね。私はすでにこのビットフライヤーのアカウント作ってますから、私が今申し込むことはできないんですけども、今日1月1日でね、暗号通貨今年から始めてみるかって方は、まあ私もね、情報発信暗号通貨に関しては2014年からしてますんで、参考になる部分が多いと思うんですよ。手前味噌ですけども。まあでもその前にね、ビットコインを無料で手に入れることができると思ったらいいじゃないですか、これね。ぜひね、ここでビットコインを手に入れちゃってください。それからですね、このモッピーを通じて、このビットフライヤーを開設すると、まあ500円相当のビットコインをプレゼントされるんですけども、その他にもなんか特典ないんですかね。ちょっとまあ分かりませんけども、なんかあるんでしょうね、きっとね。1月下旬頃に付与されるってことなんで、今月には入ってきますよ。まあここから作ってみたらどうですかね。ビットフライヤーさんの口座作るとビットコインがタダでもらえちゃうと。これがノーリスク投資の第一歩ということになります。それではですね、動画概要欄からモッピーの URL がつけておきますので、そちらからモッピーのアカウントを作って、その後ビットフライヤーで、口座開設してみてはいかがでしょうか。口座開設に費用は全くかかりません。それではやってみてください。